動不足の方、ぜひご覧ください。どうも石田です。さあ、コロナに負けない学校、今日は歩行ですね。そう、今日は何をするかというと体育の時間です。コロナの影響で皆さん今体がなまってないですか？ステイホームということで家にいて体がこうなまってて運動不足を感じている方って結構多いと思うんですよね。そんな方にですね、今日は簡単にできるですねエクササイズを紹介したいと思います。それ何かというとですね、携帯を使ったエクササイズですね。まずですね、必要なものが一つだけあるんですけども、まずはですね、わからない問題を用意します。これがですね、このエクササイズをするの上で大事なポイントですからね。そしてそのわからない問題を用意したら、今度はですね、携帯を開きます。携帯を開いたらアプリの中にツイッターかインスタグラムがあると思うので、そのどちらかを開いてください。そしてですね、今度はですね、指の運動です。ツイッターもしくはインスタグラムで検索ボックスに石戸と打ちましょう。石戸は大丈夫でしょうか？石田純一さんの石に戸田恵梨香さんの戸で石戸ですね。大丈夫ですかね。そう検索をするとツイッターやインスタグラムで石戸が出てきますね。石戸はこんな顔してますね。大丈夫ですか？こんな顔してます。こんな顔が出てきたら、お前はクリックです。クリック、クリック、クリック。そうするとですね、ツイッターもインスタグラムもダイレクトメールが送れる場所がありますね。さあ、見つけましたか？石となるものを見つけたら、今度は大きく腕を振りかぶりましょう。そうですね。そして思いっきりクリックです。クリック。男をクリック。この動きによって、棘上筋、広背筋、大胸筋が動きますね。いいでしょうか？いいエクササイズになりますよね。大丈夫でしょうか？運動はだいぶほぐれてきたと思いますけども、まだまだ終わらないです。さあ、次はですね、ちょっと細かな運動になるんですけども、あなたの携帯画面から写真ボックスを開きます。写真ボックスを開いて、その中からわからない問題ですね、先ほど用意した材料を添付ですね、つけます。つけてその石戸宛に送ります。大丈夫ですか？この時また運動不足でなまってると思うので、大きく振りかぶってこう押すのを忘れずに、こうですね、こうこうすることに肩がだいぶほぐれますからね。さあ、肩の筋肉がほぐれたところで、今度はですね、細かな指の動きに入ります。今度はですね、フリック機能という機能を使ってですね、今度は細かな動きをしていきます。その石戸宛にメッセージを送りましょう。この時にポイントは何かっていうと、何がわからないか、どこがわからないかを書くのがポイントです。いいでしょうか？さあ、そしてですね、細かな動きが終わったところで最後の総仕上げです。おっと、大切なことを言うのを忘れてましたね。先ほどこう大きく振りかぶって写真を添付しましたけど、写真を添付する際にあなたがわからない問題だけでなくて、その解説もですね、合わせてつけて送りましょう。さあ、この簡単なエクササイズも最終局面に入りましたね。最後にですね、もう一度細かな手の動きです。最後にですね、あなたのペンネーム、投稿される際の希望のネームを書きましょう。この時はあなたが希望する名前なので、別に架空の名前でもいいですし、ニックネームでもいいですし、はたまたリンゴ、みかんなどの適当な名前でも構いません。あなたの好きな名前を指を駆使して送る。これでですね、このエクササイズは終わりですね。いかがでしょうか？あなたの利き腕のですね、肩の筋肉と指の筋肉がほぐれる簡単なですね、エクササイズをご紹介いたしました。ぜひですね、参考にしていただけたらと思います。本日はですね、コロナに負けない学校の歩行という形で体育の授業ですね、簡単なエクササイズをお届けいたしました。ぜひですね、お家でできる簡単な運動ですので、ぜひ皆さんも取り入れてください。さて、本日の人の意見でいかがだったでしょうか？本日はコロナに負けない学校の歩行と題しまして、体育の時間ですね、人の意見でも体育もするという素晴らしい教育番組になりましたね。英語、数学、物理、科学、国語も昔挙げたこともありますけど、さらにそれだけじゃなくて体育までですね、挙げたという素晴らしいですね、教育番組になりつつあります。この体育の授業がですね、生かされるかどうかはですね、あなたのですね、行動にかかってます。ぜひですね、あなたの健康のために、ぜひですね、この運動エクササイズをですね、取り入れていただけたらと思います。ちなみにですけど、コロナに負けない学校の問題のストックが少なくなってきているってことは内緒です。ずっと家にいる方も多いと思います。ぜひですね、このエクササイズを取り入れて、あなたの健康をですね、ぜひ上げてもらったらと思います。健康と同時に学力も上がるというですね、素晴らしいエクササイズなので、使わない手はないですね。コロナに負けない学校はですね、人がですね、今コロナの影響で学ぶ機会を失われている子どもたちのためにですね、人が問題を受け付けて解説するというコンセプトでお届けしております。具体的なですね、問題の応募方法はですね、0時間目にですね、詳しく説明しておりますので、よければですね、こちらの動画をぜひご覧いただいた上で、もしわからない問題があればどしどしですね、ご応募いただけたらと思います。英語、数学、物理、科学の問題であれば何でも、中学生、高校生の方を対象に解説させていただきますので、ぜひですね、この機会に振るってご応募いただけたらと思います。ブラボー、ブラボーと思った方はですね、ぜひ高評価ボタン
ていただけたら大変嬉しく思います。またですね、一緒にゲレではこのようにですね、学びになる動画をお届けしております。具体的にはですね、今回のように学習内容に役立つ授業動画だけではなくてですね、効果的な学習法やですね、ちょっぴり面白くて役に立つ話をですねお届けしておりますので、まだチャンネル登録してないよって方はこの機会にぜひチャンネル登録いただけたらと思います。またですね、各種 SNS、Twitter、Facebook、Instagram も更新しておりますので、よければそちらの方もぜひチェックしていただけたらと思います。特にですね、Twitter の方はですね、毎日頑張って更新しておりますので、よければ覗いてやっていただいて、なんかいいことつぶやいてるやんけと思ったら、ぜひフォローですね、していただけたら大変嬉しく思います。はい、ということでですね、今日はですね、コロナに負けない学校の歩行をお届けいたしました。今日が14日ですよね。で、コロナに負けない学校は5月31日までは少なくとも続けようと思っているので、そう考えるとあと16もいるんですけど、16はなんかとてもじゃないですけどないので、ぜひですね、皆さんの協力が必要です。まあ本当にどんな問題でもいいので、あなたがわからない問題やですね、解説聞きたいという問題をですね、ぜひいただけたらと思いますね。具体的な応募方法はですね、0時間目に上げてますので、0時間目のコロナに負けない学校をご覧いただけたらと思います。またですね、本日はですね、もう1本 YouTube 企画会議を上げてますので、よければですね、そちらの方もご覧いただけたらと思います。まあ少しはですね、問題のストックがあるので、もうストックが枯渇しているわけではないんですけれども、まあ16日って考えた時に残り16問は到底ないので、このままですね、ペースがまたペースダウンしているので、またわからない問題があればぜひですね、送っていただけたらと思います。本日はですね、 YouTube 企画会議を上げる日ではあるので、まあ、せっかくなんでですね、こんな感じで体育という形で変則的にお届けいたしました。明日はですね、いつも通り解説動画をお届けするので、ぜひ楽しみにしておいていただけたらと思います。それではですね、また明日の動画でお会いしましょう。 See you next time. チャンネル登録はこちら。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 